ボドイルクナーはドイツ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。1対1の対応。クロスに対する反応等に優れた1990年代のドイツとヨーロッパを代表する GK の一人である。軍人である父、ギュンターの勧めでサッカーを始めた。ボンにある FC ハルトベルクの下部組織で育ち頭角を表すと、 1983年に 1FC ケルンに入団。1984年に西ドイツ U-16 代表として U-16 欧州選手権制覇に貢献し、ドイツ期待の若手 GK として注目を集めるようになった。ケルンでは1986年2月にトップチームデビューを飾ったものの、当時のケルンには西ドイツ代表の守護神であるハラルト・シューマッハーの 存在もあって、レギュラーをダッシュすることは厳しく、出場機会を求めて移籍する道を模索するようになった。しかし、同年10月に、シューマッハーがスキャンダルを引き起こしたことで、解雇されると、ケルンの政治系の座を掴むことに成功した。以降、ケルンの守護神として、長らく、ゴールマウスを守り続けた。西ドイツ代表にも1987年に、初選出され、 同年9月23日のデンマーク代表戦でデビューを飾った。1988年のユーロ88には控え GK としてメンバー入りし、その後は代表のポジション争いにセリ勝ち、正 GK に定着する。1990年のワールドカップイタリア大会では全試合に出場し、3度目の世界制覇に貢献した。 1992年のユーロ92では決勝でデンマークに敗れたものの準優勝。1994年のワールドカップアメリカ大会にも政治家として出場したが準々決勝で敗退し大会後に27歳という若さで代表を引退した。長年 1FC ケルンでプレーを続けたが1996年にファビオカペロ監督の誘いを受けて スペインの強豪レアルマドリードへ移籍。リーグ優勝や UEFA チャンピオンズリーグ優勝に貢献し、クラブでも大きなタイトルを手にした。晩年は怪我が多くなり試合出場は少なくなったが、若き日のいけるカシージャスに多大な影響を与えたと言われる。2001年に現役引退した。引退後はスペインマドリードに在住。 テレビのコメンテーターとして活躍している。ありがとうございます。